バイクだがこの前よりは食い込むが。前回散々じゃない。うわ。開けてきましたよ。あー、いけるね。ここはそこのこの前の木じゃん。はいはいはい。お、いいとこ出れたんじゃない。おいしょ。上からも、あ、そこにルアーマン2人いるな。はい、とりあえずまあ釣りを一回始めて、うん、うちのルアーボーイたちがどこまで行くかな。右も人いるんだ。右ね、3人いる。で、2人若そうなのはルアーマンだね。あ、ボートフィッシングもやった。そこら辺をベースにやりますか。そうだね、とりあえず釣りスタンバイして、うん、三脚大丈夫。大丈夫大丈夫、落ちないようにして。やっぱ冗談かな。だね。たまにすげえでかいスクールがやってくんだよな。こっちも後ろ側も群れてるな。暑いと浮いてくんだな。なんだろう。お、すげえ飛ぶなベイトフィネス。冗談、この距離飛ばせたらオッケーでしょ。ベイトでしょ。
来たよ。ミニ。よいしょ。ちびっちーの。ジョーダン。いいね。はい。カルカッタの、ベイトフィネスで、ジョーダン遠くまで飛ばしたら、ピーコック連れまして、オートロチ。こんな感じ。いい。引き続きですね、軽いルアー、頑張って投げて、狙っていきたいと思います。じゃあ逃がします。タックルはベイトフィネスにジョーダンでライン8ポンドで軽いのを投げれるようにしております。